どうも、トモハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。まだの方はチャンネル登録お願いします。ということで今日はね、湖に来てシャッフル動画撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。あのね、やっぱ虫の声が好きっすね。夏にね、10分ぐらい公園で目閉じる趣味みたいな、仕事帰り午前1時公園で10分目閉じて虫聞くみたいな時があったぐらいね、この自然のハーモニーっていうか、そんな中でね、後ろに湖とね、橋と小さな山も見えるところでやってきました。ちょっとね、降りる時ね大変だったんですよ。なんか、まあ、駐車場があって普通に降りていけるみたいな道だったんだけど、自然あるあるでちょっと大変だったんで、せっかくなんでそこ見てください。どうぞ。気をつけてください、気をつけてください。いやマジで危ない。あ、本当だ。獣道みたいだな。階段状になってるよ。はい。これやばい。あ、いやマジで気をつけてくださいね。これね、このね滑りやすいんだわ。いやなんで今日それを履いてきた。バイクみたいな。バイクみたいなのが。いやマジで気をつけてね、本当に危ないから。いやーこれ滑るな。ゴーゴーサマー。おおお。いやいやマジで気をつけて。一回置いた方がいいよ。めっちゃ重いよこれ。そうなの。めっちゃ重いから。めっちゃ重いのこれ。そう、一回置いて。このテーブルしかなかったよ。めちゃめちゃ重いよ。ちょっと一回休憩した方がいい多分。行きましょう。もうね、折りたたみがいい。あーでも綺麗だ。下負けてるわこれ。はい、という感じで現状ね、あの装備がね、テーブルがね重すぎるし、椅子もね折りたたみじゃなくて自宅のバルコニーで使ってるやつ持ってきたんで、これはちょっとこの企画が続くようだったら装備整えなきゃなって感じました。今日はね、神奈川県の奥地の湖でやってみたんですけど、いやこれね、皆さんが見てくれて YouTube 続けてなかったらこの企画も生まれてないし、来れてない場所なんで、すごいね自然いっぱいで、嬉しかったんで皆さんいつもありがとうございます。今後も、まあ、ちょっと企画の反応次第ではあるんですけど、いろんな場所でね、泊まるサイトシャッフル、カードゲームのねワンシーンをいろんな場所でとか、あるいはいろんな人ととかね、いろんな生き物とやっていけたらと思ってますんで、ぜひぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。